それではですね、現在封鎖されている道路と逆側を歩いていこうと思います。すごい数、今日はかなりの数の警察と軍関係者来てると思いますね。これおそらく全部警察じゃないでしょうか。ここ黄色服の人がいっぱいいるんですよね。でこちらにも警察が等間隔に、立っています。みんな座り込んでますね。
さっき僕が通ってきた、通行止めのエリアです。タクシーから降りてきた女の子をめっちゃ警察見てましたね。それにしても今日は本当はデモの人数に匹敵するぐらいの警察および警察関係者の数がものすごいです。それでは今現在の通行止めの、一番端がここカオサン通りの入り口までですので、これで動画の方を終了したいと思います。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではのご視聴ありがとうございました。今日はですね、本当に枕で走った、今日は本当にですね警察の数が多いです。パワー的には人数的にはもうざっくりですけれど、3人に1人か4人に1人ぐらいの割合で警察官および警察学校の生徒、警察関係者が集まってきてます。皆さんご注意ください。それではのご視聴ありがとうございました。失礼いたします。